国内女子 t o ジャパンクラシック初日、よく引っせた GC、北コース、市が6616ヤード、バー722周連続優勝を狙う渋野ひな子は、3バーディー、2ボギーの71都市、1アンダー24位で発進した。前半は3メートル以内のチャンスを決めて、バーディーを3つ奪い、順調にスコアを伸ばしていたが、 後半11番で1メートルのパーパットを外すと、すべての流れが悪くなったと失速した。インには13番、15番、18番とパー5が3、ホールあるが、いずれもスコアを伸ばせず、飛ばしに行きたいところで、ショットを曲げたり、どっちか OK と決めた方とは逆のラフに行ってしまったり、というミスが多かったと悔やんだ。 同組で回った佐藤ゆかのプレーには 1W で置いてかれているなぁ。と思いましたとし。二つのイーグルを奪った上田桃子を見て自分も頑張らないとと発奮した。二日目に向けて直したいところはたくさんあるので、そこを修正しつつ切り替えていきたいと話し、ドライビングレンジに向かった。ドライバー。 パターで後半苦戦もアイアンは耐えられた渋野ひな子の修正ポイントは2週連続優勝がかかる渋野ひな子は前半と後半で別の表情を見せたアウトコースでは2から3メートルのチャンスをきっちりものにして3つのバーディーを奪ったが後半に2つのボギーなんとか1アンダーで踏みとどまり 直したいところはたくさんある。修正しつつ切り替えて頑張りたいと、周囲に立つ小岩井桜との6打差を追いかけていく。一番の反省点として挙げたのがグリーン上だった。後半になりパターが入らなくなって、すべての流れが悪くなった。それで最後まで何もできなくて、その起点が11番パー4。 二打目をグリーン手前の傾斜に外し、そのラフから1メートルまで寄せたが、パーセーブに失敗した。さらに15バンパー3でも8メートルから3パットなど、パット数は前半14回に対し後半は17回。手を仰ぐシーンも目立ってしまった。そしてドライバーの調子も狂った。 後半はラフからのセカンドショットを強いられる場面も増えた。飛ばしたいパーを16番、500ヤードで曲げたり、どちらかは OK というラフの逆に行ったりと、なかなか思うようにいかない。後半3箇所あるパーを13、16、18番でバーディを奪えなかったこともあり、曲がっているので、 そこを修正したいと。ラウンド後はドライバーショットの見直しもいった。ただアイアン。ウェッジでグリーンを狙うショットは、後半に入ってもチャンスを演出した。結果的にはバーディを逃してしまったが、13、14番では共に1メートル以内とピンに絡めるナイスショットも、 ドライバーが曲がってもパーオンすることが大切だと思って、ラフに入っても広い方を狙うゴルフはできていた。ドライバーの曲がり幅に比べれば、アイアンは耐えられたと、ここには9大点を与える。ちなみにパーオン数は18ホール中14ホールで77.7%という数字を残した。 傾斜がきついグリーンが特徴なだけに、明日以降もドライバーでフェアウェイに置き、チャンスにつけやすい場所から2打目以降を打ちたい。これは上位を狙う上で最低条件にもなる。調子は悪い感じではないという支部の日向子だが、2日目はストレスの少ない1日を過ごし、上位との差を詰められるか、支部の日向子、 第 2R は、笹生稲見と同組全英全米女王。五輪メダリストの豪華ペアト o ト o ジャパンクラシック女子ゴルフの国内ツアー、ト o ト o ジャパンクラシックが4日。滋賀・セッタジー・ GC 北杉、6616ヤード。パー72で開幕し、第1ラウンド、R が行われた。小祝さくらが8バーディー。 1>, 1ボギー65の7アンダーで単独首位発進となった今大会は予選落ちなしの4日間競技第 2R から成績順で組み替えが行われる1アンダー24位発進となった前週優勝の渋野日向子は同スコアの笹藤由香稲見萌音の組み合わせ前衛女王 全米女王五輪メダリストがソロ豪華なペアリングとなった首位の小祝は2打差で2位タイの渡辺彩香。中曽根澄香の組み合わせ小祝さくらが単独首位発進2週連続 V 目指す渋野ひな子は園田俊輔復活へ首位スタート今日のゴルフニュース優勝賞金3300万円の 工学大会、TOTO ジャパンクラシックの初日が終了し、賞金ランク3位の小岩井桜が8バーディー一ボキーの65をマーク。7アンダー、単独首位発進を決めた。5アンダー2位タイに渡辺彩香。中曽根隅香。4アンダー4位タイには、賞金ランク2位の小康彩香。鈴木愛。 上田桃子菅沼奈々が続いた2週連続優勝がかかる渋野ひな子は1アンダー24にいたい自身初の2週連続優勝に向けて上々の立ち上がりを見せた賞金ランク1位の稲見もね全米女子オープン覇者の笹生由香も渋野ひな子と同順位で初日を終えた国内男子ツアー マイナビ ABC チャンピオンシップは、初日が終了し8年ぶりの通算 3, 3勝目を狙う、園田俊介が7バーディボギーなしの65で単独首位発進を決めた。6アンダー2位タイに、コーツマ・ジと、大月千春。5アンダー4位タイには19歳ルーキー、久常良ら3人が続いた。賞金ランキング1位の木下良介は4アンダー7位タイの、 ースタート2週連続優勝を狙う池村宏雄は1アンダー41位タイで初日を終えた。